皆さん。はい、どうも。あ、どうも、こんにちは。ジェイさん。いや、なんか、さっきも話したからさ。はい。なんか、新鮮味がね。いや、別にちょっとね。全然新鮮味がない、お前と。新鮮味別に必要ないんじゃないですか。いやいや、やっぱさ、新鮮味欲しいじゃん。そう。そう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 。でそもそもだって、少しあれじゃないですか、よく連絡取り合ってるから、そんなに新鮮味、僕に新鮮味求められても困りますよ、じいさん。いやいやいや、やっぱね、はい。常に新鮮味がないとね、はい。とりあえず。いやいやいや、じゃあ、そうそう。新しいネタがね、必要ですよね。そうだよ。ね、今日は、今日テーマ何？あ、今日のテーマは、だからテーマ、うん、そうそう、テーマは、まあ、J さんが、なんかいろいろ皆さんからの質問に、答えてくれるっていうのと、コロナウイルスのこの関係で、自粛関係で、はいはいはい。子供たちが家に行くことが多いと思うので、はい。テレビゲームだったり、パソコンだったり、こうスマホだったり、こうやって、ずっと見てる機会が多いんで、うん、はいはいはい。なので、ちょっとその目悪くなっちゃったりすると思うんですよ。目もやっぱり筋肉で遠く見たり近く見たりするんで、なるほど。で、スポーツ選手もやっぱりバスケットリングってこう、すぐ見たりとかするじゃないですか。手前見たり、奥見たり、手前見たりっていう。ね、その時にやっぱりこう焦点がしっかり合わないと、うん、人間やっぱ焦点合わせて目標位置決めてから投げたり行動するんで、はいはいはい、まあ、いわゆる、あ、間違えた、あ、動体視力みたいなのも大事なので、うん、まあそんなようなトレーニング方法だったりっていうのをあんまり教えてもらったことないと思うんで、まあないね。目のその水晶体っていうガラスの厚みを出したり補足したりすることで遠く見たり近く見たりするんで、それも筋肉、はい、筋肉なので、なんでまあそういう直し方じゃなくて、なんかトレーニング方法ですね。なるほど。はい。目のトレーニングはまず、うん、まあ眼鏡はしてる人は、まあ、メガネしたままでもいいですし、外してもらってもいいんですけど、うん、最初、この状態で、で、ずーっとこうやって、やるんですよ、こうやって。うん。後ろの方に。で、だいたい、手が、こう、どこまで見えるかっていう感じで、で、見えなくなったら、そこでちょっと止めてもらうっていう感じですね。うん、で、まあ、最初、うん、あ、ここまで見えるなっていうところを真正面、うん、目は真正面で、で、こうやってぐーっとこうやって持ってきて、で、あ、ここで消えたなっていうところで、まぁ、ちょっと覚えておいてもらうって感じですね。で、まぁ、最初で覚えておいてもらって、で、バスケってやっぱり手前見たり奥見たりとかっていろいろするんで、うん、なんで、一本指自分の手前に置いて、で、もう一本離したところで、一本置くんですよ。で、これ別に指じゃなくてもよくて、自分の手と、あとちょっと遠いなんか目印になるものを見て、で、交互に遠く見て、こっち見て、遠く見てっていうのを交互にするんですよ。で、しっかりピントがあったら次奥見て、で、奥のピントがあったら、今度こっち見て、ピントを合わせてっていうのを交互にやるんですよ。ほう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 。そうそう。そうすると、目の、遠く見たり、近く見たりするっていうのも、やっぱり、目の中のガラスの厚みがこう出たり、細くなったりすることで、そういうふうにピントが合うんですけど、そのピントを合わせてるのは筋肉なんですよね。太くさせてんのは、太くさしたり細くさしてんのは筋肉なんで、うん、
なのでそれをちょっと鍛えるやり方ですよね。そうそう、で今縦じゃないですか、縦、うん、で今度はよ横をやるんですよ、横。これあのだから今ここの画面しかないですけど、うん、もっとこう広げて、で、右左っていうのをこうずっとこうやって、うん、この指を右左交互に見るんですよ、右左で。これも、うん、そう、これもあのやっぱピントがしっかり合うっていうのが大事で、うん、でピントしっかり合ったら次こっち見て、でこっちのピントがあったらこっち見てっていうのをちょっと繰り返すんですよ。あ、そうそう、でそうやって最初まああのこのこれぐらいの感覚でいいんですけど、それをどん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 広げてって真横にしてみてっていうのを、顔はなるべく動かさずに目だけでこっちを覆ってっていうのをちょっと繰り返すんですよ。うん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 、そうで、さっきやった前後のやつと、で今やったこの横のやつをちょっとやってみて、で最後にもう一回あの最初にやったこのトレーニングっていうか、こうどこまで見えるかっていうのをやると、結構視野が広がってることがあるんですよね。うん、そうそう、結構ねこのなんか割とあの見える範囲が広がったりするんで、あの目の筋肉ってなんか疲れた、そんなにこうなんでしょう、あの、うん、でかい筋肉、こっち側の筋肉みたいに使ってすぐ疲労するっていうこともないので。なるほどね。 なんで練習とか試合直前にやると結構いいですよ。まあでもさ、はい、俺もやることないよね。なんでそれをさ、俺は現役の時に教えてくれなかったの。いや現役の時にね、なんかほらもうちょっと J さんが僕を信頼してくれてれば、まあアドバイスできたかもしれないですよね。まあ信用しないね、危ねえよな。なんでよ。なんでJ さんいつも僕のあのね、これやってくださいっていうことあんまやってくんないですよね。あ、やらない。なんでなんですか。チームのねトレーナーがいるからね。チームのトレーナーがいるからさ。あ、まあそうですよね。そうですよね。そうそう。あ、J さんお久しぶりです。プレー中の日は狭いのでいいこと聞けました。あ、ありがとうございます。お。そうなんですよ。これね、あの目のトレーニングとかその改善の仕方って意外とね指導してくれる人少ないので、もうぜひやってください、うん、本当。で、J さんもほら。バスケットボール教室とかイベント増えるじゃないですか、これから。うん、そうそう、増えるので、なので、まあ、いろんな選手見なきゃいけないと思うんで、 J さんもやった方がいいですね。いやいやいや、あれだね、そういえばさ、そのトレーニングってさ、前俺が教えたやつじゃね。違うわ。違うわ。全然違いますよ。ほら、質問来てるよ、質問来てる、質問来てる。お前の話はいい。質問